バッターは5番中村。ワンアウトランナーありません。ライト方向流しました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは6番高橋。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここでドラゴンズダイソーを送ります。ファーストランナーは落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには指名打者の鈴木。2アウトになっています。ファーストランナースタート。キャッチャー2塁送球する。ボールイン成功です。これが2球目。変化球打った。ショートが抑えた。1塁送球。1塁アウトで3アウト。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。2回の裏にありますホークスの攻撃。打席には5番バッターカブレラ。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0です。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。2球目打ちました。取りました。アウト。ワンアウトです。打席には6番バッター村上。大谷まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち大きな打球になった。外野落ちるか。どうだ。右中間を深々と破るヒットになりました。さあそして打席には牧原が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。バッテリーもしっかり警戒していると思いますので無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど。そうですね。先制の場面でマウンドに一二塁間掴んだ。一塁へ。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。さあそしてバッターボックスには森が入ります。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。バッターボックスには代打の高橋。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね。ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね。さあベンチの期待に応え、ストレート打った。抑えた。一塁送球。一塁アウト。これで3アウト。ここでホークス守備を変えてきました。3回に入ります。ドラゴンズの攻撃。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている森。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎え、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。バッターは9番に入っているビシエド。マルティネス、まずは先頭バッターを打ち取っています。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。打ちました。センターに抜けました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター山田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球打った。セカンド取った。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレーで3アウト。これから3回の裏ホークスの攻撃。バッターは9番に入っている松井。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0でインサイド打った。取った。一塁アウト。打順はトップに帰って柳田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。モイネロ、まずは先頭バッターを打ち取っています。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手
ールです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、そうですか。うちのボール打っていった、一塁や一塁アウト。バッターは今日 DH に入っている落合。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球打ち抑えてスリーアウト。回は4回の表に入っています。ドラゴンズの攻撃、続くバッターは丸。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ふわふわっと上がった、これはインフィールドフライ、つかみました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席には坂本が入っています。ここは高打順ですから、勝負どころですよ。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、低め打った、掴んだ、二塁アウト。ダブルプレー、チェンジです。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。打順は3番源田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ドラゴンズピッチャーが変わります。一打サヨナラ。できればゴロを打たせたいんで、低めを攻めたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。切りました、ファウルボール。ゴーボールツーストライクです。ランナースタート、バントしました、スリーバント失敗、ランナーを進めることはできませんでした。さあ、そしてバッターボックスには近藤が入ります。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ、ワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。打ち上げた、ここは打ち上げています。掴んでツーアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあ、そして打席にはカブレラが入っています。嫌なバッターが続きますから、気が抜けませんね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ファウルボールです。このピンチ見逃しで三振を奪いました。試合終了。ゲームは引き分けながらも、特別ルールによりソフトバンクホークスが勝利しました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでエスコンフィールド北海道から失礼します。